誰かいるぞ。なんだよこれ、夢じゃなかったのかよ。もしかしてあの人、妄想が見えてるんじゃないでしょうか。ええ、様子がおかしいわ。ちょっと話しかけてみましょう。朝日、行ってきて。はあ、こういう時いつも俺だよな。はいはい、行ってきます。なあ、ちょっといいか。あ、お前、あの時の。あ、おい、ちょっと待てって。あらら、逃げられちゃいましたね。だけど、どうして逃げ出したのかしら。なんか俺無駄に傷ついたんだけど。追いかけますか？結構遠くへ行っちゃったけど。たまにはニートも走れっち。ちょ、ピン君！くっそ、言いたいだけ言って消えやがった。まあ、今追いかけたところで昨日のあかりちゃんの二の舞になりそうね。それに朝日、別に知り合いじゃないのよね。ああ、知らない。あの時の恨みとかそんなのないから。やっぱり妄想者なのでしょうか。でもあの子、妄想者に見えないっていうか、なんていうか、秋葉原の人たちとは違った雰囲気よね。妄想とは無縁な感じがするわ。渋谷とか新宿とか、おしゃれな若者の街にいそうな感じでしたね。いや、最近はああいう秋葉系も結構いるぞ。ナンパ目的でメイド喫茶に行くやつとかな。メイドさんもナンパ？前に萌も粘着されてたな。毎日毎日しつこかったみたいでさ。だけど萌のことだから、毎日毎日同じ笑顔で綺麗に断ってたっけ。毎日同じ笑顔？さきさん、どうかしましたか？なるほど、そういうことだったのね。そういうことってどういうことだよ。メイドの妄想を生んだのはメイドで間違いないわ。リュウちゃん、あなたならわかるはずよ。もしかして。おい、俺を置いてくなって。リュウ、日曜日が繰り返されて変化のない毎日ってとっても不安だったんです。本当なら学校に行くはずだったり、それこそイベントがなかったらとか考えたりして、そんな不安に潰されそうになりながらも同じ毎日を繰り返していました。だけど秋葉原が繰り返される前から、繰り返される毎日を過ごしていたとしたら。それってつまり。お帰りなさいませ、ご主人様、お嬢様。メイドは元から毎日同じ言葉を口にしていたのよ。月曜日も日曜日も平日も休日も関係なくね。きっとそんな人ならこの状況にも耐えられる。もともと繰り返しに似た毎日だったんですから。萌えは入店以来一日もお店を休んでいないんだ。メイドの妄想はきっと萌えちゃんのものよ。急いで萌えちゃんを探しましょう。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。萌えさん、本当に今の状況が怖くはないのでしょうか。きっと萌えのことだ。自分よりもお店に来るお客さんのことを思って。ちょっと待って、二人とも、あそこ。あ、さっきの金髪だ。なんで、またお前らが。あ、また逃げられた。あの子、一体何なのかしら。場所もタイミングも良すぎるわ。どうした？萌えちゃんが男の人に誘拐されたんすよ。誘拐ですか？もしかして萌えちゃんが妄想者だと気づいた誰かが。な、萌えは誰にさらわれたんだ？犯人の顔は。萌えちゃんがお店を出た瞬間だったんで顔までは。でも今男の人って。あ、そうっす。萌えちゃんを連れ去ったのはピンク色のマントをつけた男の人だったっす。あの背丈、どう見ても男の人っす。え？
ピンク色のマント、ピンクマントで白昼堂々と誘拐を。あ、本当なんすよ。自分も信じられないっすけど、信じてほしいっす。僕も見たよ。萌えたんが、萌えたんが、無理やり、萌えたんが誘拐された。どうやら嘘じゃなさそうね。急ぎましょう。まだ秋葉原にいるかもしれないわ。ああ、萌えを助けよう。ピンクマントの男を探すんだ。セーブポイントっち忘れずにしとけっち。おいら喉乾いたっち、買いだめしておきたいっち。ちょっといいかな。この近くでピンク色のマントをつけた男を見なかった？もうまた？そんな変な男とか見てないですけど。またですか？なんかさっき変わった女の子にも聞かれたの、ピンクマントを見なかったかって。そんな男がいたら見てみたいっての。超ウケるんですけど。俺たち以外にも探している人がいるってことか。あのさ、もう行っていい？ピンクマントとか1ミリも知らないし。あ、ごめんね。うん、話を聞かせてくれてありがとう。なあ、ちょっといいか？ね、俺になんか用すか？この辺でピンクマントの男を見なかったか？いや、見てねっす。それなんすか、ピンクマントって。だよな、ピンク色のマントってやっぱりおかしいよな。それじゃあさ、ちょっと小さめのメイドが無理やり男に連れて行かれる現場とか見てないよな？う、なんか事件っすか？そのピンクマントが誘拐犯っすか？心当たりでもあるのかしら？いや、前にオタクによるメイド喫茶強盗事件があったのを思い出したんですよ。オタクって正直怖いっすよね。突然切れたら何すっかわかんないっすもん。そっか、ありがとな。ああ、終わりっすか？オタクによるメイド喫茶強盗事件ですか。なんで犯人がオタクだとあんな風に言われんだろう。オタクだからとか関係ないのに。アイドルファンの皆さんも同じような扱いです。いや、そういうニュースを見ると悲しくなります。自分の目で確かめもせずにオタクが悪って決めつけるのは良くないよな。私は秋葉原に来て少しイメージが変わったわ。ただみんな何かに夢中なだけなのよね。そう、みんな夢中なだけなんだよ。この秋葉はみんなを夢中にさせる街なんだ。うひぃ、マジかよ。こんな人がいる街で誘拐事件なんて。マジマジ、ポツッターでも噂流れてるって。なあ、もしかしてピンクマントのことを知ってるのか？急にごめんね。私たちピンク色のマントの男とメイドさんを探していて。噂の誘拐犯？それはどんな噂なんだ？ピンクマントの男がメイドを誘拐したんだろ？ポツターで流れてきたんだよ。そう、それだ。なんて書かれてたんだ？確か中央通りのアニマート付近で目撃情報が途絶えていたような。中央通りだな。ありがとう。
パレルショップっち。おいら…すみません。この辺でピンクマントの男を見かけませんでしたか？あれ？もしかして、アサヒくん？え？やっぱりアサヒくんだ。久しぶりじゃない。元気にしてた？はい。どちら様ですか？もしかして、アサヒくんじゃないの？ごめんなさい。似てたからつい。ああ、いや、俺はアサヒではあるんですけど。やっぱりアサヒくんだよね。よかった。間違ってなかったね。だけど、もしかして私のこと忘れちゃったの？すいません。名前を聞けば思い出せるかもしれないですけど。ダメ。アサヒくんひどすぎるよ。うん、私のこと思い出すまで教えてあげない。そんな。こんな綺麗なお姉さんを忘れちゃうなんて、アサヒくんたら、いつからそんな罪な男になったの？それじゃあね、バイバイ。あ、ちょっと、誰なんだ？覚えているような、覚えていないような。へえ、メイドだけじゃなくて綺麗なお姉さんとも知り合いなのね。なのに名前は忘れちゃうんですね。きっといつかリエたちのことも忘れて。違うって。本当にわからないんだから。そうだ、早くピンクマントを探さないと。これはもう探し出すしかないよな。よし、行こう行こう。聞き込み調査再開だ。そうね。じゃあリュウちゃん、一緒に行きましょう。そうですね、サキさん。リュウたちだけでマイさんを救い出しましょうね。待てって。ならいらないよ。違います。そういうのじゃないですから。この辺でピンク色のマントをつけた男を見かけませんでしたか？ピンク色のマント？もしかして。知っているんですか？それは新手のエウリ商法だな。もう二度と騙されたりなんかしないぞ。サキ、このおっさん完全に勘違いしている。他を当たろう。パソコンを強化しろっち。オイラを守り抜くためっち。どこに隠れやがったんだ。目立つ格好をしているはずなのに、どうしてなの？もう一回初めから探し直すか。見落としてた場所がないよ、徹底的に。ですけど、見落としてた場所なんてあるのでしょうか？回れる場所は回ったわ。そんなことわかってるよ。だけど目撃情報があるのに見つからないなんて、少し不可解ですよね。リュウも不安な気持ちでいっぱいです。犯人はピンクマントの透明人間か？透明人間？
どうした？そっか、だから見つからなかったんだ。うん、それなら中央通りで目撃が途絶えたのも頷ければ。サキさん、どういうことですか？そう、透明なのよ。一般人には見ることができないの。もしかして。だから俺を置いてくなって。一箇所だけ見落としてた場所があれば。そう、萌ちゃんを連れ込むのに都合のいい場所。そしてもう一つ見落としてたことがあるのよ。どうして萌ちゃんが狙われたのか。そっか、萌さんはメイドの妄想の。萌ちゃんが妄想者だとしたら、おそらくそのことに気づいている人間の犯行ね。一般人からはまるで透明に見えて、萌ちゃんなら入ることのできる場所。そして犯人もまた妄想者だとしたら、萌ちゃんを連れ込むのに都合のいい場所があれば。メイドの妄想の原因が萌さんだとしたら、妄想球の中に入れるんですね。そっか、そういうことか。だけど一体どこの妄想球に。アイドルもオーディオもまだ入れるだろ。情報が途絶えたのは中央通りですよね。確かアニマート付近だったかと。ってことは中二の妄想球か。よし、急ごう。でもいいのかしら。あそこにはフードの男がいるのよ。きっと今があいつを倒せるタイミングなんだよ。行こう、萌を助け出すんだ。服が売ってるっち、オイラもおしゃれするっち。上書きに気をつけろっち。